続いては特別企画リコピン、アミタのとちりカードバトル。いやー来ましたよ、謎のコーナーが来ましたよ。これは何、はい、こちらはですね、アミタさん演じる丸山彩ちゃんといえば、はい、丸山とちったというセキセリフを、うん、よくセリフを噛んじゃいます。そうですね、うん、はい、というわけで前島とちったわけではなく丸山とちったであることを証明していただきましょう。はい、はい、今から私とアミタさんで早口言葉バトルをします。おー、うん、得意分野ですね。おー、得意分野、はい、おー言いましたね、言いましたね。じゃあルールをまず説明していきたいと思います。はい、はい、こちらにですね、言いにくい単語カードが10枚あります。あらあら、はい、10枚ありますよ。はい、これを3枚ずつお配りしてそれぞれの手持ちにします。うんうん、そしてじゃんけんで先行後攻決めます。はい、で先行は1枚カードを選び相手に見せます。例えばこういう感じで見せますね。で見せられた方はすぐにその単語を連続3回言います。うんうん、はい、うまく言えなかった場合、うまく言えた場合はそのカードを捨てます。はい、ですが、噛んでしまった場合はそのカードを相手の後攻の手持ちに渡しますね。そして攻守交代して繰り返ししていきます。最終的に手持ちのカードがなくなった方が勝ちとなります。なるほど、はい、という感じになっておりますが、はいはいはい、なんと勝者にはおやつが出るそうですよ。わー、はい、食べたい。どんなおやつになるのか楽しみなところですね。はい、頑張りたいと思います。頑張っていきましょう、うん、やっていきたいと思います、はい、じゃあでは隠そうかな。はい、じゃあ隠して3枚ですかね。じゃあアミタさん3枚選んでください。いや、言えればいいんですよ。早口言葉言ってもうスパッと終わってね、はい、アニメの余韻に戻りましょう。じゃあ私も隠した状態で1、2、3。難しい難しい。じゃあ見ますね。あ、マジですか。あ、ちょっと待って、これあまり難しくないと思う。どうしよう、来た来た来た。これリコピンさん言えないと思うな。じゃあ、じゃんけん、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。あら、勝った。じゃあ、勝った方からお題を出していきたいと思います。はい、じゃあ私が言います。私がお題を出します。どれにしようかな。よし、これにしよう。ドン、パン壁。パン壁、はい、これをじゃあ連続3回お願いします。いきます。パン壁パン壁パン壁。よいしょー、言えた、言えた。やっぱね、得意なんですよね早口言葉って。パン壁ね、はい、これでも言いやすい方だと思いますね。これ言えたからもう捨てると。あ、ますね、はい、でリコピンさんが2枚になりましたね。2枚になりました。はい、続いてじゃあ私いきます、はい、お願いします。これ絶対言えない。あー、でもこっからいこうかな。はい、どうぞ。油アルバムです。油アルバム、はい、じゃあいきます。油アルバム、油アルバム、アルアルアル。はい、ダメなんだよこれ。ダメです、ダメだったんで、これはリコピンさんの持ち物になります、はい、いやまた増えたよ。はい、やったぜ。今日調子いいな。アミタさん2枚だからさ、もう負けちゃうから、ちょっと私負けたくないんで、じゃあ次私、はい、これにします。油アルバム返し。なんだと。なんだよ。アミタさんは言えるんですか。言えます、言えますよ、言えますよ、言えます、言えます、いきますよ、お願いします。せーの、油アルバム、アルバムアルバム、アルバム。イエーイ。これ終わらなくないかい。これじゃあ私に戻ってくるんですね。これ基本的ですよこれ。まあでも一回ちょっと変えましょう。はい、あ、もうこれとか鉄板じゃないですか。ドン、手術中。はい、出ました。もうやだ、ほんとこれ。はい、行きましょう。行きます、行きます。手術中、手術中、手術中。すごい、私絶対言えない。これもたまにね、練習するやつ、やっぱり。なるほど、はい、さすが、さすが声優。よかった、よし、じゃあ、はい、ちょっと私からいきま、移していきますね。はい、いきますよ。お互い2枚、お互い同点です。あー、どうしようかな。あ、これでいきます。はい、ドン、カニアニメ。これは言えますよ。言えるか。いきます。はい、せーの、カニアニメ、カニアニメ。あ、待って、シャワーパッカー。あ、待って、今言えてませんでした。待って、今最初からね、カニアニメって言ってました。カニアニメ、カニアニメ、カニアニメってなってました。今かわいい。なにこれ、かわいい。カニアニメ。じゃあ、皆さん言えないですか。あ、もらっちゃった、はい、やったー、残り1枚だ。そうさせない、はい、そうさせない。今日カードドン、油アルバム。やだ、やだ、これやだ、これやだよ。だって叩けない、言葉としてそもそもおかしいと思います。それではお願いします、はい、いきますよ。はい、
な。油アルバム。じゃあ、じゃあ私行きますね。はい。じゃあちょっとやっぱり方向性を変えてこちらでいきます。肩たたき機。え、これ言えるでしょ。いきます。お。せーの、肩たたき機、肩たたき機、肩たたき機。言えましたよ。マジか。あ、もうちょっとです。まだ優勢です。じゃあこっち行きましょう。どうぞ。炙りカルビ。はい、わかりました。行きますよ。これ定番ですよね。行きます。はい。炙りカルビ、炙りかぶり、炙りかぶり。あれ？あれ今言えてました？今炙りかぶりって言ってました。炙り。はい、ダメです。自分でちょっとミスを言うっていう。じゃこれはちょっとこちらプレゼントです。プレゼント方言いいですよ。はい、私には最強の手札が残ってます。何ですか？それはこれだ。言えないよこれ。お願いしますね。はい、いきますね。ルルルルいきます。せーの、油アルバム、油アルバム、油これ油アルバム。強敵ですよ。ダメだな。いや、これはちょっとこれ言えた人が勝ちっていう。いや、いい勝負にしましょう。はい、こちらドン。あ、これあサクッと片付けちゃいますね。いきます。いや、難しいですよ、はい、これ。カニアニメ、カニアニメ、カニアニメ。あれ、え、ほらカニアニメって言ってる。カニアニメになるんだよ。私散々さっきアミタさんバカにしてた自分がめっちゃ恥ずかしくなってきた。あれ、これこれいい勝負になっちゃってますよ。これ言っちゃうんですね。これじゃあどっちですか？はい、私は。あ、そっちですね。はい、マジか、怖っ。じゃあ、私が出すんですよね。そうですね。じゃあいきます。はい、炙りカルビ。これで返します。はい、はい、いきます。せーの、はい、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビですよね。炙りカルビですよね。炙りカルビ、これ多分この3つは難関ですよ。これ無理ですね。はい、どっちが言いたいですか？どっちチャレンジします？最後にします。じゃあ最後にします。じゃあこれで因縁の、はい、因縁のやつやりましょう。これでもし私が言えたら、うわ言えたら同点ってなりますよね。あ、そうですね。言えなかったら私の負けになるってことですか？なんと、おろろろ、よし、これはちょっと運命かかってます。いきます。うん、油アルバム、油アルバム、油アルバム、はい、油アルバム。ダメです。ダメです。言えてません。油アルバム言えてません。ということは、うわってことは勝者アミタさんです。やったー。やっぱね、しっかりしてるんですよ私って。ちょっと待って、そうかな。でもこの3つの単語に踊らされた気分ですけどね、すごい。本当に。はい、じゃあアミタさんが勝利ということで、はい、じゃあ約束通りおやつが出るそうです。やったー。はい、こちらです。ドーン。え、何ですかこれは？スルメイカ。する、え、ちょっと匂いがすごい。これさっきからすごいですね。これどういうことですか？これご褒美ですか？これはあれなんですよ。まあ、要はですね、はい、もっと噛んでくださいと。噛めば噛むほど味が出ると言うじゃないですか。噛まないから褒めてもらえるものなのに、噛んでってことなんですね。これを噛んでもっと噛みなさいってことです。なるほど。じゃあどうでしょう。いただきます。はい。え、これは食べ物ですか？あれですよ。これはコンビニで売ってるスルメイカですよ。すごい。美味しいですか？あ、なんか、うん、渋い味がします。なるほど。美味しい。お酒のおつまみにぴったりな。噛みます。じゃあ噛んで噛みまくってください。いいですか？はい、はい、ということで以上、リコピンアミタのとちりカードバトルでした。はい、じゃあ良きところで。